阪神の控えショート、おばたも小田ショー、おばたも木並もようやっとる。虎のショートは軽い。小野寺とおばたの活躍が本当に嬉しい。おばたチヤチヤけど8月打率3割5分はチリンの木並おるからな、もったいないな。一番休ませてあげたいのは大山なんだよな。ファーストできるやつ一人もおらんのか。おばたすごいよな、控えやけど全然腐ってへん、印象むちゃええやん。おばたはいい選手だよ。2軍成績だって4年かけてしっかり上げてきた。今年は1軍で結果を出すだけだよ。テレスしてたら散々阪神ファンにバカにされたから悲しい。おばたがポジすぎる。開幕当初流し打ちしかできてなかったのに引っ張れるようになってる。トンデンがあえておばたをサードで使わんのは意味がある気がしてきたわ。これが控えショートという事実。木浪おばた論争がはかどるで。おばた成長してんな。おばた、わいはお前が大好きやで。来年以降木浪とガチでポジション争いして勝ってくれ。おばた素晴らしすぎる。木浪が休みの時もこうやって打ってくれるのほんと助かるわ。おばたって毎回活躍してるな。木浪の休養日、おばたの出勤日。木浪休みの日におばたがちゃんと機能しとるのほんまええな。木浪とおばた併用でええやろ、半分ずつ出したりや。小野寺もおばたも2分でしっかりコツコツ成績上げていったんだから、もっと信じてあげるべきだったんよ。って言うと阪神ファンに否定されたんですけども。木浪森下抜きのこの打順で大丈夫かと思ったが、おばた小野寺がこう活躍するんやし、どんでん采配自体はずば抜けてうまいな。おばたほんまようやってる。わいおばた派、感動。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。